夢でも見てるのかしら。もしかして私の。おっぱい大きい。ふかふか。いつまでもだれてないで、そろそろ立ち直りなさいよ。だってさ。でも何もせずにいるわけにもいかないでしょ。これからの方針を決めないと。方針つっても撤退しかないだろう。ヒントによれば、ここを任されていたホロヌイエという家臣も。そういうことだったのね。ウェインが狙ったのは、前から思ってたけど、ウェインって結構性格悪いわ。不良は大丈夫。物資はさすがに目減りしたけど、まだいけるわ。ここまで前線しているおかげで、うちの兵士たちの士気も高いままよ。それに比べてマーデンの方は、攻め手もだいぶ緩んできているわ。としたら助かるわね。山から見る景色にも飽きてきたし、弱みとかもね。ここじゃ贅沢にお湯を使うわけに。これで勝ったと思うなよ。いや、勝ち負けじゃないでしょう。殿下、失礼します。それを操る手腕、登山住民の返還、はあ、特に。あ、少しよろしいでしょうか。マーデンの王都が陥落しました。隣国のカバリヌです。こちらに大兵力を割いていたため、教習を受けてもろくにする先が滅亡してしまったので、おそらくまだまだやることはいっぱい残ってるわよ。